広野忠史君。生活の党の広野忠です。えー、この金融商品取引法改正案、うん、もう金融の危機管理対応ということも非常に大切な、 案件として盛り込まれていると思います内閣総理大臣が特定認定あるいは特定管理というようなことも行えるということでありますがその中でもう一つやっぱり危機対応ということではですね金融システムの情報関係ですね情報,情報システム こ2001年の9.11のときに、ニューヨークの金融機関、あるいは証券市場というのが、バックアップ体制をニュージャージーでですねやって、1日たりとも休まなかったということが伝えられておりますが、そういう意味で、この間、の参考人質疑の中でですね、全銀行会長にお聞きをしましたら、東西で、 東京関係、そして、えー、関西関係でバックアップ体制はやっていると、こういうことであります、まあ、個々の金融機関についてのバックアップ体制、それと全体システムとしてのです、ね、バックアップ体制、これがあのまさに大事なところで,です、ねあの、金融機関関係、ここもまた、その、 全銀協関係だし、地方地銀関係あり、新銀関係ありというようなことになっております、そしてまた証券もどうなっているのか、また投資信託関係もですね、まあ、あの投資信託、証券関係はあの参考人質疑でもお聞きしましたがあの、大臣からお聞かせいただきたいと思います。麻生大臣。あの、ののの非常の時のネットワークの話ですけれれども、これはもこはううご存じのように、あの あの市の事件というのは、まあ、どの市の事件かと言われたら、まあ、一番目立ったのは多分、9.11が一番激しくあの目に見える形だったと思いますが、あのー、その後リーマンの話も似たような話でしたしそのまた前で言えば97年の金融危機も似たようなものが発生しておりますけれどもこの時の決済のネットワークのシステムというものがこれは平時から常に この業務の継続はずっと維持できるようなこれある程度システムはこうなってますって言ったって訓練しなきゃい,いざとなった時本当にやれるかって言ったら僕は分かんないと思っておりますんでいざという時ちゃんとやる訓練は普段からやっとく必要があるのではないかとしたがって金融機関においてはバックアップセンターを利用して用意して有事の際に速やかに切り替え可能な体制を 整備するっていうのは、まあ、今してあるというんですけれども問題はその時に業務の継続計画いわゆる,る BCP と称するかあのビジネスコンティニューティープランと称するあれですけれどもを策定して訓練など実効性のあるものをきちんと。 やっておかないただとということを申し上げてきてきおりますまた金融機関においてはこれは当然のこととしてシステムがかなり変化しますんであの普段の見直しが必要なんであって金融庁もただ検査とか監督とかいうのを通じていろいろバックアップ体制をつきましても同様にその手につきましてもきちんとしたモニタリングというか指示監督というのをし続けておくという必要が これは無駄な努力かもしれませんけど、いざというときに非常に大きなものだろうかと、私どもはそう考えておりますぜひ、えー、ですね、それはあの大手の方はあ大手ですが、地銀、あるいは親近関係ですね、そしてこれはあの災害等、あるいはテロ等に対する対応だけじゃなくて、最近はサイバーテロということでですね、があって、そしてまた、 その何と言いますか、個人情報がぐっと漏洩をするというようなこともあるものですから、このところはしっかりとです、ね、目を光らせていただいて、ご指導いただきたいと思います、そしてもう一つは、あのここ、ネット銀行ですねあの、ネット銀行、店舗はないけれども、コンピューターシステムで,です、ね、オンラインでやっている、7個ありますが。 ここは特にそういうまたあの情報システム管理というものは大切だと思いますが、ここのところはどういうご指導をされてますかネットいやどういう、情報システムがあの危機管理対応としてどういうふうになっているかというインターネット使いました専業のこの銀行につきましても、この情報システムの危機管理というものにつきましては、これは。 ちょっと他の金融機関よもっとサイバー攻撃等々なんかに弱い部分というか影響を受ける部分が大きいということもございますんであので他の金融機関と共通する体制としてはバックアップセンターを用意しているということを即時に対応が可能なように整備するとか。 機関体制につきましては先ほども申し上げた BCP をきちんと策定してビジネスコンティニティープランをきちんと策定して訓練等々による実効的なものもちゃんとやっといてやっといてもらうということを言った上に加えてなんといってもインターネット員は有人店舗が少ないわけですからそういった特性がありますのでこれを踏まえてバックアップシステムへの切り替え中においても 店頭でいわゆる受け払いや為替の送金や他の金融機関で迅速にできるようにこう普段からやっとかないと手続きをい,やいろいろやその時になって手続きはどうしましょうかじゃあ話になりませんよということもあの申し上げてきておりましていずれにいたしましてもこれが。 あのインターネットに限らず、普通の通常の銀行も信用金庫を含めまして、全銀行でこれはつ常日頃からモニタリング等々、実験等々をやっていかないと、なかなかいざという時には、ご手に回るということをご指摘なんだと思いますんで、私どももそう考えて、その点を指摘,し指摘しておるところであります。広野忠史君 それと、この金融というものはまさに経済の血液であり、大事なものでありますが、まあ、もうこういう情報システムで,です、ね、ワンクリックで世界中飛び回るという状況になっていますで、この間も申し上げましたが、ファンドですね、ファンドもいいファンドと、事業再生ですとか、ベンチャー育成ですとか、いいファンドと、もうまさにマネーゲーム的なです、ね、まあ、そういうファンドがある。 こういう中で、ですねあのやっぱりマネーゲームを助長するようなことというのは、あまりやっちゃいけないんじゃないかなと、こう思っておるところですが、そういう中で、まあ、国内系あのファンド、国内運用定期なものは17、8兆円だということですね、まあ、これもなんか実体把握が十分になされてないようですが、しかし、ね、年1回報告があると、特にあの公募ファンドについてはですね、 とといううことのようでありますしかし、まあじゃあ外国ファンド、まあ、あの2兆ドル、まあ、1, 150兆から200兆、世界中、こういうファンドがあるというわけなんですが、そこについてのですね、まあ、情報開示というもの、これがあのまあ、全くないといいますか、ですから、せめてですね国内公募をするようなですね、 そういうファンドにおいて、志望のものは、ですね、これはなかなか難しいかもしれませんが、あの国内で、えー、公募する外資系ファンドについて、このなんと言いますか、あ情報開示をお求めるというようなことは考えておられませんか。麻生生、大臣。あの井上先生ご存のののように、あの今回のこの取引法では、 いわゆるファンドを含めまして、市場関係者に対して、相場の操縦とか、まあ、あのインサイダーを取り関係含みます取引などは禁止する一方で、今の株式などを大量にこう保有する場合は、一定規模以上の空売りを行っている場合の情報開示の義務付けなどなどを行ってきているところでもあります。 これに加えましてあのグローバルに葛藤するいわゆるファンドに対応するためにこれはあの日本だけではとても対応できる話ではありませんので。 これは国際的な連携が必要ということで、これは特にリーマン・ショックだったと記憶しますけれども、サミットなどにおける議論に、これまでも日本も、これは多分日本が一番積極的に参加したと思っております、そしてこうした議論とは別に、日本だけで外国ファンドに対する特別の情報解除を義務付けるということは、これ、多分規制の実効性が乏しいんじゃないかなという感じはいたしますし、 うん市場の多分んだろうなこう流動性を損なうっていう部分も出てくるんだと思いますんでいずれにいたしましてもちょっとこれは考えないかんところだと思っておりますいずれにいたしましてもこのファンドのグローバル化に伴いまして活動も極めてグローバルになってきておりますんで市場の影響についてはこれは今後とも日本なり GA とまあ OECD 加盟国ぐらいのところぐらいまでは、これ、ものすごく往来するところが激しいところでもありますんで、こういったところと連携を図って、先ほどちょっと、えーあの、民主党の先生からご質問があっておりましたし、税金の話を含めて、この問題に関しましては、各国、手を携えて対応していく必要があろうかと存じます。広野忠史君 えー、まさに大切なところで、えー、国際協調で,です、ねえー、なんとかこのーい,いファンドの動きはです、ね、あのやってもらいたいですが、まさにマネーゲームで,です、ね、特に小さい国へ行ってです、ね、そう荒らし回るという、日本はそれなりずっと大きいですから、あのそれでもです、ね、この最近の為替相場、あるいはあの株式市場のです、ね、乱高下を見ますと、 おまあいろんな意味で、そういうマネーゲーム的なものがあずいぶん含まれてるんじゃないかと、こう思っているわけなんですが、えー、ところでもう一つ、このいざ、この金融危機のです、ね、えー、時のお特定認定の中で、まあ、法律で、まあ、金融機関、あるいは証券、そしてまた、あのー、保険、うん、ということで、あのー なっておりますすがその他にですね政令指定ということになっております、我が国の金融システムにおいて、重要な地位を占めるものに対して、政令で定めるもの、こういうことでありますが、最近、まあ、いろんな意味で、あの新商品があの、金融商品がいっぱい出てきていますで、先ほどもありました、J リートですね、まあ、現在、8兆円、9兆円になっている。まあ,あの 大部分は健全なものだと思いますが実際、例えばアメリカでサブプライムローンということで,です、ね、まさにリーマンショックが起きた時にはです、ねまあ、返せない人たちにまでプライムに準じた金利でやっててそれをいくつも分けてです、ね、リスク分散してやった商品がです、ね、いや安全ですからと言っていたのがベクトルが揃った時はです、ね、ドドーンといっちゃうと。 こういうことでありますから、まあ、そういうときに、まあ、J リートの中にもです、ね、そういう場合によってはあ、サブプライムローン的なものがいつか入ってくるかもしれない、そしてまた FX ですね。 外為、為替関係ですが、それとまあ各種ファンド、いろいろと先ほどもありましたが、あのいろんなファンドが出てくる、そしてまあ先ほどありましたが、あのディリバティブで、ですねまあ誰もわからんような、ですねあの数学で、ですねあるいは高学でやっていくような、こういう世界、その部分は現在、対象にしようというふうに思っておられますか、どうでしょうか。麻生大臣 あの政令指定の範囲のお話ですけれども、これはあの、市場初の金融危機、市場から出てきた金融危機に対して、金融システムの安定を図るためには、これはあの金融企業全体を対象とすることはあの基本としておるんですけれども、その上で、あの今回の枠組みを準備する必要性とか、 あの通常の金融監督というものを通じた、うん、良心モラルハザードの、まあ、提言ということを考えながらこれは金融グループ単位であ一応考えてきておる,んでおるところでもあるんですが。 あの対象範囲として今言われましたように金融所システムにおいて重要な地位,を地位を占めるものを政令としてということで対象としうることといたしておりますがこの範囲の範囲話ですけれどもこれはちょっと国際的な議論も含まれてちょっと検討していかねばいかんところだと私も思っております。お尋ねのこのこ フォーリンエクスチェンジ、FX 業者というんですが、この外国為替の業者とか、J リーグなどにつきましても、これは政令で指定することによって、今回の枠組みの対象とするということ、今現在、規定しているわけではございません、じゃみこれ、ちょっとどうなってくるか、もうちょっと見極めないかんかなという感じは出しておりますんであの、関心を持って対しあの見ておかねばなら対象だと思っております。広野忠君。 えー、やっぱりこのトゥービッグ・トゥーフェイルで,です、ね、非常に大きなものはです、ね、その社会的影響が大きいからあ倒すにあたってはです、ね、破綻処理にあたってはですね、ですから倒せないんだと、これはやっぱり大変なモラルハザードを起こすわけで、この間も申し上げましたとおり、じゃ中小企業はです、ね、何のつっかえ棒もないわけですね、ですからそういうところにおいては、社会的構成がもう誠に欠けるわけで、 あの現にです、ね、あの今言ったようなあの政令指定についてはです、ね、非常に、まあ、慎重に、えー、していかないとです、ね、大変のモラルハザードがー起こるというふうにあの思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 それと、この、まあ、金融は先ほども申し上げましたけれども、あの経済の血液であります、まあ、そういうところはありますが、やっぱりマネーゲーム的な、あそしてグローバルな動きの中で、ですねそういうことを助長するようなことがあってはならないんじゃないかと、お実体経済がそれによってものすごく振られてですね、 あのなかなか実体経済が発展しないというようなことがあのやっぱりあると思うんですね、で欧米系はですねこれはもうマネーゲームであろうとなんだろうと、ですね自由に発展をすればいいんだと、まあ、非常にある意味では、短子眼的な見方が私は多いんじゃないかと思うんです。しかしか日本はでですね中長期的な考え方で やっぱりあのしっかりと発展をしていく、そのために金融もいろんなあの潤滑油的な血液として、そしてまた下支えもすると、こういうまさに共存共栄のですねあの考え方がずっとあったと思うんです、しかし、これが世界的なです、ね、グローバルファンドで,です、ね、あの大いにそれがあの揺り動かされて、えー、大変な実態にやっぱり陥ることがあるんでですね。 私はあの日本型の、まあ、世界中駆け回る、そういう金融、マネーゲーム的なものは、ですねやっぱり何らかの形であの、まあ、助長は絶対にしないという方向で、昔、金融立国という言葉がありました、まあ、金融もそれなりに稼ぎ出すということでは大事ですが。 それをずっとやっていきますとです、ね、まさにそのマネーゲーム的なものを助長するという世界になって、まだ今もアベノミクスで,です、ね、一部、まああのー、株の売買はです、ね、非常に盛んになって、拍手喝采をしておられる方がありますけれども、まあ、それがもう非常に課題になりますとです、ね、今度はそれによって実体経済が大きく振られると。 いうことがあると思いますので。まあ、あの、金融商品取引法に関することなので。全体的な、あの、思いをですね。えー、大臣から伺いたいと思います。麻生大臣。あの、やっぱり、我々が学校で習った経済とは全然違ったものになってきたのが。最近の経済だと思っております。少なくとも、日本の経済見ましても。 どうう、でしょ石野先生竹村正義大蔵大臣の時に財政破綻っていうことを最初に使われたのはあの方だと思いますがあの時日本は確か450兆円ぐらいの国債の借り入れだったと思,い思っております GDP は500兆変わっておりませんそれが今約970兆っていうことになって倍ということになっておるんですが。 いわゆる GDP というまあ会社では売り上げみたいなもんですがこの売り上げの方は相変わらず5兆ドルぐらいで円で換算すると少し下がっておりますけれどもそれで借り入れの方は倍に増えたら普通は金利は上がるんじゃないんですかね我々習った経済学ではそういうことになっとるんですがあの頃56%あった金利は今0.08とか ということになります10分の1とか9分の1ということになりますとこれは明らかに常識とは違ったルールでことは動いとるという実態でお金がお金を生むということになってきてものすごい勢いのに金が動いて金が金を生んでこっち行ったりこっち行ったりということによって影響を受ける実態経済ものづくりとかあの生産製,造製造業とかそういったところが。 著しく影響を受けるというのが一点もう一点は何となくそちらの方が何となくうまいことこう生き馬の目を抜く世界なのかもしれませんが何となくそちらの方が楽で儲かるからええやと言って普通に的に 真っっにに働くのはバカバカしくなななてきたりするるようなことと影響いいろんな波及効果が出ようと思いますんでその点に関しましては今後とも日本としてあるべき形っていうのは十分に考えて対応していかないとあの我々としてはある意味突然にあまり慣れない金融商品が全てかと思ったりするととても大きな損失を被ることになりかねんという私自身はそう思って対応してまいりたいと考えております。 やっぱりマネーゲームで,です、ね、まさに強欲資本主義というようなです、ね、まあ儲かればいいというようなことではなくて、やっぱり中長期的にです、ねまあ、また人も大切にして、えーまあ、自由で公正で、私は強制だと思うんですが。 自分一人勝ちしてです、ね、税金は払わないというようなです、ね、こういうものを助長しないようにです、ね、ぜひよろしくお願いしたいと思います。どううもありがとうございました